はい、えー、速乾塾の久保です。あの、良好な人間関係や、良好な時間経過、それから人生を築こうと思ったら、どんなことが大切なのかなと、様々考えて、まあ、この年になるわけですけども、どうですかね、吉谷さん。あの、今、現実として、私はですね、インターネットの力で人とつながらせていただいて、インターネットの力で自由な時間をいただいて、インターネットの力でお金をたくさんいただいてます。あの、よくね、 人間対人間はやっぱり直接会って話さないとねっていうことがあったと思いますけどこれわからないでもないんですよでもインターネットが出てきてどうでしょうか G7 とかね G20 とか国の代表が大事なことを決めるような時でもインターネットでオンライン会談とかやってますよねこれやっぱり人と人が会わないとできないことっていうのとはだいぶ変わった概念だと思うんですよそれから国の首脳というと割とう割 お年を召されている方が中心だと思いますけどもどもううなんでしょうかね今までの常識を振り払って新しい時代に合わせて新しい時代の決定事項や行動をするうん実際に人と人が会わないとできないことって確かにあると思いますけどもコミュニケーション能力がもしかしたらね低い方は実際に会わないと伝えられないのかもしれませんがインターネットを通じてでも信用やお金や人脈の流通ができる方 こういった方はきっと直接会うっていうことはそんなにたくさん使わなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ結果自由な時間が増えて一度に多くの人にアプローチできて例えば面談でしたらよくね岸田総理も車座って言いますけども1万人一万人の車座って多分不可能だと思うんですよでも岸田総理が一旦 YouTube なり Twitter で何か発信すると数万人の方はご覧になると思いますつまり満単位の車座っていうのはインターネットから可能になるんですよね そうなるとですね、重要な報告ほどインターネットで届けた方がいいのかなと思いますし、まあネットは怪しいよとかね、言うことが言いますけども、そういう方は、うん、多分、怪しい情報にしかタッチしたことがない方なんじゃないかなと思うんですよ。インターネットで確かな情報を掴んでばかりいると、インターネットがすごく当たり前になるというかね、うんそういうことなんじゃないかなと思うんですよ。まあだから、普通って何なんですかね。 普通は変わり続けて普通は普遍ではないということなのかもしれません、まあ、今回いろいろ考えたんですけども普通の不の字でいこうかなと思います。あなたの普通は何ですかその普通は変わってますか変わり続けていますか変わってませんかいってらっしゃい。